かかってきなさい。なめんなよ。とっておき。みんな頑張って。私の番です。してみろ。やんのか。これをどうぞ。サンキュー。私が相手です。やった。俺のマンか。やってやろう。絶対やった。痛い目に合わせますよ。やめんな。してみろ。私が相手です。じゃあほら来いよ。やめんな。よし。さあ俺の番だな。やってみろ。私とっておきだ。さて、してみろ。やんのか。なめんなよ。じゃあこれを。ありがとよ。かかってきなさい。なめないでくれよ。どうするかね。してみろ。な回復だ。痛い目に合わせろ。なめるな。私の番ね。なめんなよ。ほら来いよ。かかってきなさい。私の番だ。やめんなよ。やってみろ。やるか。やってみろ。まだまだですよ。俺の番だな。とっておきだ。どうするかね。やってみろ。ほら来いよ。とっておき。回復。ありがとうございます。さて。やめんなよ。くらえ。また強くなっちまったか。成長を感じます。いや思っ
便り楽しませてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやさん。イジ、こちらは東城会六代目堂島会長だ。東城会の六代目。六代目、あいつがうちにいた男で一番です。東城会荒川組、春日一番。堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。おい、どうした？二人ともまたやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ、荒川。大丈夫だ。俺も一応打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな、春日一番。座ってくれ、イチ。よかったらそちらの皆さんも。それじゃ失礼します。会長はじめ真島も西島もこちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前のカムロ町産経作戦以来ずっとな。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。カムロ町の産経作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東城会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのはこの俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。
あるんでしょ、六代目。おい、イジ。いいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東城会を裏切ったわけじゃない。東城会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは正人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカムロ町産経作戦で東城会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんにそんなことを。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。マサトの要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。マサトに従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城はマサトを俺よりも甘やかしてしまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だから正人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が正人の頼みを断ったとして正人はおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東城会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長は正人とは世代も近い。若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もじじい殺しやな。そのじじいの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし東城会の情報を引き渡さなければ荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。東城会の大門が奴隷の証？言い過ぎたか。だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですか、あんたらは。まさか渡瀬っての襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東城会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。近江と東城会が。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなければな。解散って
そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃん。ああ明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。店がそう言ってなかったか。一番